県警察学校に集まった機動隊員は、五十二年前に暴力と戦い倒れた先輩を痛めました。私たちはこの先輩たちがいたこと、先輩たちが気づいてくれた治安の礎、この上に立っていながら今の治安を託されているわけでございます。訓練練度を上げてですね、えー、現場での。 執行力これを強化につなげていきたいと思います続いて訓練に臨みました1971年11月14日に東京・渋谷区で発生した渋谷暴動事件沖縄返還協定への反対運動の中で中核派と警察が衝突 県警の機動隊から派遣されていた当時21歳の中村恒夫警部補は鉄パイプで殴られた後火炎瓶を投げつけられ殺害されました40年以上逃亡を続け中村さんを殺害した罪などで2017年に逮捕・起訴された大阪正明被告に検察は先月無期懲役を求刑しています 関東管区機動隊第五大隊の佐藤大隊長は先月、現場の渋谷区にある慰霊碑を訪れました。事件については暴力の動向を超えた非常に残忍な行為でございますので、えー、しっかりと裁かれることを願っております。裁判は来月二十二日に判決が言い渡されます。